からね。よし。なんかいろんなのがありますね。あ、これはハイジャッピー。ハイジャット。あ、これはカモナス。これは、これがうちの名物ヒーヒーアーヒーのオマールエビ。この生きているオマールを使うんです。こんにちは。今日も元気に行きます。最近ですね、なんか食欲ないとか元気が出ないっていうことをよくお客様から聞かれるんですね。そういう時に体にいいもの、優しいもの、筋肉を使う、そういう料理この間もやりましたけど、今日も行きます。それでは材料を紹介します。見てください、こちらです。最近僕ね、このアボカドにちょっとハマってるんですけど、いろんなものに使えるんですよね。いろんな味にこう変わっていくっていうのがね、すごいいいなと思って、それでエネルギーがたくさんあるんですよね。これね、ビタミン、食物繊維、エネルギー、筋肉を作るいろんな成分がたくさん含まれてるんです。そのアボカドと皆さんご存知のお豆腐、あとはニンニクを使って美味しい料理をご紹介します。それではお豆腐はこのように水分を切ってペーパータオルに寄せておく。あとニンニク、レモンですね、それとアボカドです。ニンニクはスライス、こんな感じですね。だいたい3切れから4切れですね。小さなものであれば3切れ。そこにこうやって少しこうやって染み込ませます。こんな感じです。このニンニクをこうやってお醤油につけとくだけでですね、風味が立って美味しくなるんで、これが一番最初です。このように置いといてください。そうしましたら、例のごとくアボカドはこのようにして、手を切らないようにこんな風にして回して回していきます。そうしましたら、一周したらくるんとひっくり返す、こんな感じです。で、あとはトンチョンって感じで種があっという間に取れてしまいますよね。アボカドは揃えておく、こういう感じです。次はお豆腐です。水分を切ってある木綿豆腐、これを横からこのようにして、あとはこういうふうにですね、さいの目に切ったものをこういうふうに置いておく、こんな風に揃えてください。お豆腐はこんな感じです。こんな風にカットしたら、アボカドって皮がこんな風にきれいに剥けてくるんですよね。見てください、こんな感じです。すっと、ほら、まるで卵を剥くようなイメージです。そうしました、柔らかいのでこういう感じでスッと、もうお皿の上で直接沿って沿って、そしてお豆腐と同じぐらいの、もったいないので全部こんなふうに切り揃える。見てください、こんな感じです。そうしました、皆さん、そろそろいきますよ。僕の一番最初のファーストタッチ、大白ごま油大さじ2杯入りました。そこに先ほど漬けといたこのガーリックが入ります。もう風味が立ってますね。それで火をつけていきます。それでゆっくりとこのニンニクの風味を香りよく炒めていくわけです。この時に火はほんの弱く、
弱火でいきます。こんな感じですよ。見てください、風味が立ってきました。このようにニンニクがふわっと立ってきたところにお酒大さじ1です。それにお水です。で、ここの中にはこのお豆腐をお湯の中にこうやって入れてお豆腐を温める感じですね。こんな風にしてお豆腐を一回温める、こういう感じです。ふわっと温まってます。そうしましたらこのお豆腐をこんな感じで入れていきます。お豆腐を入れてこの中に、チキンコンソメもしくは鶏ガラスープをこんな風に入れてください。それでしばし煮込みます。そうしましたらお豆腐をニンニク、チキンコンソメ、美味しいね。もうここでお塩を、この顆粒のスープによってパウダーによって塩分が異なるのでね、考えながらここであと胡椒です。これは胡椒を効かせます。こういう風にサンラー豆腐、サンラータンメンみたいな感じでですね、味付け的にはちょっと濃いめに。しっかりとしました。いいですか皆さん。そこで用意するものはレモン絞り、水溶き片栗粉。そこにですね、これはキャビアじゃないですよ、塩昆布です。ここで塩昆布を小さじ、こんな感じで2分の1入ります。そうするとどういう風になるかというと、昆布のうまみが一気にここに溶け出して塩と昆布、うまい味が塩、胡椒、昆布のうまみ、そこで初めていきます。アボカドです。1個丸ごとこんな風にいっちゃいます。ふわっとこんな風に入りました。見てください、この翡翠色の憎いやつ、いい感じですよ。お豆腐は初めに入れて温めて置いといて、はい、仕上げに行きます。アボカドはちょっと温まればいいですのでね。ここでポイントの2、このひたひた感に水溶き片栗粉を溶いて2回から3回に分けて入れていきます。こんな感じです。うわー綺麗ですね。こんな感じで溶いて溶いてとろみをつかせる。ほら言うない、いい感じですよ。いいね。ほらこのぐらいにソースが固まってきたところで締めです。皆さん、ここでこのレモン水です、ふわっふわっ2杯入って、そうしましたら最後の決めて一番絞りいきます。ふわっと垂らして盛り付けです。綺麗ですよね。ほら見てください、このアボガド豆腐、ここに決めては昆布と山椒が最後に来るんですよね。ここにですよ、もう一度仕上げの塩昆布、ふわっとほんの少々、そこに山椒を散らせて、これで
アボカド豆腐の完成です。いただきます。このね、見てください、このトロントロン感、トロトロ。いただきます。酸味と昆布のうまみ、それとアボカドがまるで口の中に入れて溶ける、濃厚なバターのよう、最高ですね、これ。おいしい。すごいヘルシーだし、栄養価があって、これ皆さん騙されてください、絶対作って。アボカドスーパーで1個200円ぐらいですよね。それにお豆腐、あとニンニクと塩昆布だけですよ、水で。これはワインにも合います、白ワインで。これを、さすが中国の人はすごいですよね。アボカドのことをなんて呼ぶか、ニューユーは牛の油の果物と書くんですよ。なぜかというと、牛の油というとバターを刺したり、あのとろける美味しさ、煮た時にこのアボカドが溶けていく、それが何とも言えないあのバターのような感じ。さすが栄養価抜群の筋肉をつける夏バテ防止にぴったりの食材、アボカド豆腐。ぜひお試しを。